同法高等学校は愛知県名古屋市中村区稲橋町にある学校法人同法学園が運営する私立高等学校。新州大谷派学校連合会の一つ。略称は同法、同法高校。公明の同法は見学の精神でもある同法和系の意を示し、周祖診断の所管に見られるご同法によるもの。1958年に設置され、 2008年に創立50周年記念式典を行った。1985年公開の映画、それぞれの旅立ちのロケが同行校舎を使用して行われた。2006年には18代目中村勘三郎が歌舞伎史上初めて学校体育館での襲名披露歌舞伎工業を行った。高昇道方高等学校工場学校設立時より 男女共学を骨子とする動向は、皆同等に、あたかも、ガツの字が、双方仲良く肩を並べているような、和形の精神を基調としている。両翼に真理を学び取る、学級精神と、強権なる体を育成してこそ、文化発展に寄与する人材を養成することが、できるという、教育方針を図案化したデザイン。 コミュニケーションマーク、同胞高等学校コミュニケーションマーク学園の見学精神である、共なる命を生きるを表したデザイン。中央の D の文字を表す3本の線は、次の意味がある。多彩な配色アレンジを可能とすることで、同校のフレキシブルな姿勢を表している。制服エンブレム、D クラウン同胞高等学校制服エンブレム2017年度採用。 新制服デザインのエンブレム、d クラウン互いの個性を尊重し合いながら、高みを目指そうとする学校の姿勢からデザインした。ジャケットエンブレム、ジャケットボタン、リボン、ネクタイ、長袖シャツ、半袖シャツに使用。タグライン芸術鑑賞は、6月もしくは7月実施を基本としている。同胞高校では、生徒会活動、部活動など、 生徒主導で活動することを自主活動と呼んでいる。選挙により役員が選出される。各種行時のほか、要求実現運動に積極的に関与している。各クラスの委員長及び副委員長から成り立つ組織。学年ごとに存在し、各学年の課題や要求実現のためにクラスの壁を越え活動している。体育大会、文化祭、卒業式といった。 大きな行事やケニア支援のようなプロジェクト的な活動を行う際に結成される。各クラスから選出された実行委員によって組織している。希望者はオーストラリアに短期留学と中期留学することができる。その他にも教育条件が整わないケニアを支援する活動やスリランカ、沖地震支援などの国際貢献活動を行ったことがある。 純外部組織として、同胞高等学校同窓会がある。所在地は、高校事務旨2階。ありがとうございます。